どうするです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、どうもでーす。どうもです。ということで本日もこちらドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、もうさ、もう早速ね、3日目の朝でございます。はい、こちら1週間戦争ザチーム、あ、死んだの？死んだ。死んだけど、でもリスポーン地点がここだから。ここだからね。うん。1週間戦争ザチーム、今日もお送りしていきたいと思うんですけれども。はい、ちょうど今ね、チルマが来たか、大原麺チームか。大原麺チーム、チルマがですね、支給品を、取りに来ました。今回は、この、ザ・チームのルールではですね、うん、毎朝、この支給品が、各チームに支給されまして、これを取りに来るっていうのもね、ちょっとリスクが、伴う感じではございますが。あと当たり外れもあるからね。そうね、各チームちょっと見ていきますか。前回チルマチームはね、乾燥昆布でしたよね。そう、乾燥昆布はきついって。ついてはずだ。ただ、他の2チームに関しては結局多分取りに来てないのかな。来なかったです、初日と2日目。来なかったですよね。はい、うん、ちょっと各チーム見ていきます。まず今来た大荒麺チーム、はい、大荒麺チームはエンダーパールだ。エンダーパール、これはエンダーパールは使い道としては、はい、その投げるとかなり長距離動けるから、ワープできるから、いきなり相手の懐に、あー、なるほど、移動できる、移動したり、もしくは、はい、敵から追われてる時に一気に逃げる。だから今回チーム戦じゃないですか、三つどもえになるんで、うまく敵チームを引き寄せて、これ上手い人だったら、うまいことになるかもしれない。なんかね、いきなり相手のところ、そうそう、いいね、エンダーパール面白い。チルマが連合にやられた。あれ、ちょ、待って、連合連合、ついに動いた。ついに動いたぞ。ついに連合はね、やっぱ対人戦強いから構えてたもんな。構えてた。ということは今の支給品は連合が奪ったか。これ連合は、今回オンリーチームだもんね。そうです、大原麺チームの、チルマを連合がやって、いや、待ち構えてたもんな、ずっと一晩。うん、一晩ね。支給品ごとゲットしちゃったってこと。連合ゲットできたの？連合支給品もゲットした？あ、ダメか、ダメか、出なかった。なるほどね。いや、あそこに落ちてるぞ。え、あそこに、あいつバカだな。あいつやるだけやって、やるだけやって支給品。お前は武力しかないの？武力しかないか。お前武力しかないな、お前は。今のはまあちょっと教えちゃったけど、まあね、勝ったからね。まあ、ここ拠点にしてるからね。対人戦勝ったから。連合拠点してるから。そしてしれっとね、夏みかん死んでたよ。ペンギンチームの、ま、朝から慌ただしいんだよな、みんな。ペンギンチームの夏みかんが死んで、夏みかん誰といたんだろう。パンダタンといたのかな。あー、ネザーにいたのかな。ネザーにいて高いところから落ちたのかもしれない。あー、そっか、また事故。事故って。ネザーは何も見つけてなさそうな。あ、いや、ワンチャンもしかしたら夏みかんも支給品取りに行ってる。あー、なるほど。大原麺チームのその作戦に気づいたのかもしれない。だって夏みかんの、逆に気をつけないと、うん、またペンギンたちのチームもね、武将がいるから。確かに。あ、2人で行って、2人で合流してますね。合流してる。よかったよかった。あ、ちゃんと取れたね。これはダイヤモンドゲットしましたね。あー、ほんとこれダイヤはね、やっぱ掘って、いやー、確かに掘るよりゲットするの難しいから、今回の支給品ダイヤは意外と大きいはず。だからパンダタンが今ネザーで要塞探 して、うん、あと2人で地上 で、ね、そうね。ペンギンチームはちなみにペンギンが地上で村も発見してるんで、そうだ、相当有利というか、かなり今チーム的には強い、ね。ちょっと支給品をもう一回見に行きますか。途中でね、いろいろ大きすぎて各チームの支給品が見れなかったんで。本当よ。ちなみに関係ない時は僕とボンさんの声はね、各チームには聞こえないようになっているので、はい、こちら情報の漏洩はございません。大事ですよ、情報大事だ。情報戦だから。大原麺チームはエンダーパールをゲットしたんですが、オンリーチームの連合に、連合に取られちゃったから、連合が一気にね、いい感じの活躍してます。で、今ペンギンチームがダイヤモンドをゲットしました。ゲットしてましたね、持って帰ってました、ちゃんと持って帰ってました。そして大原麺チーム、連合、あ、ここもダイヤだ。ダイヤなんだ。ダイヤはどうやっても有効活用できますからね。連合は取りに来たのかな。確かに戦ってしかいない。あいつなんかね、ちょっと抜けてる感じ、ね、そう取りには行ってんのかな。戦いしかしてない。あ、取ってる取り蜂あったんだろうね。蜂あってね、もしかしたら。いや、でも連合が常にここに張られると、確かに他のチームマジでやだマジで動きづらいと思う。本当にやだ、それは。さあ、こちらちょっとね、オンリーチームは初日はかなり出遅れたオンリーチームですが、あ、でも着々と
11のところ進んではいますね、うん、今やっと鉄を今頑張って掘ってるところか。鉄とあとやっぱダイヤじゃない、この11だから、はい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 、ブランチマイニング。あれ、おゲートもゲットしてるじゃん。なるほどね、実は、うん、オンリーいけ、いつでもいける状態ではいるんだ。しっかりいける状態に作り上げてますね。同じところに出ちゃうんじゃないのかな。いや確かにそれはね、ちょっと他のチームと鉢合う可能性もある。お、ガンクラ、ここ地下の地下農園、地下のテネシー農園テネシー農園作ってんだ、地下に。地下のテネシー農園作ってますね、まあ、食料問題がね、地下だとやっぱりそうね、一番あれになりがちですよね。大変だから、大変になりがちだから。でオンリーは奥まで行って、掘ってますね、うん、ちょっとダイヤモンド探しと鉄探しかな。いやでもまあ基本の基本ですからね、どのチーム、まあ、そうね、それはそうよ、ね、今3日目に突入したところだから、今日が終わったらもう半分なのか。あ、パンダタンやられた。危険だよやっぱり。危険。そしてパンダタンたち、はい、全然やっぱり要塞見つけれてないですね。あ、そうね、うん、確かに。ここででもパンダタンやられたから、一旦このペンギンたちと合流するのかもしれないですけどね。するかも。でもダイヤだけは持って帰ってこれてるので、うん、そうね。あ、エンチャントテーブルだ。エンチャントはもう早く早くどんどんやっていきますかね。村見つけたから多分本もあるかもしれない。本があるかどうかちょっと見てみますか。本棚があれば、いやー本棚はさすがにないか、うん、まあ、ただエンチャントテーブルできてて、若干やっぱ進みが早いのが、ペンギンチーム。ペンギンたち早いですね、うん、これでもここの拠点自体をね、エンチャントテーブルとか作るだけ作って、そう、逆に奪われたりするとそれはそれでリスクだから。なんたってね、チームオーハラメーンの武将連合武将がいますから、うん、あいつやばいよ本当に。キル取りまくってるんで。あ、おお、ちょ待って待って待って、え、まさかまさかまさか、またチルマやられた。ちょっと待って、これはこれは連合がまたやりましたね。またやったか。敵将打ち取ったり強い。あ、しかもちょっと待って、これ何、ダミーウォールって書いてある。何のこと何のことこれダミーウォールってなんだこれ。偽の壁、偽の壁。え、ということは、あ、これ階段あるってことはチェルマくんがいたあれか、繋がった。ほらほら、だから頑張ろうだから、いや、うわ、乗り込んだの、乗り込んだんだ連合が。いや、これもう完全に特定したってことだよ。いや、特定だ。乗り込んでる、乗り込んでる。とつったわ。とつってる、とつってる。連合とつった。連合見に行こう、連合見に行こう。で、これ他のチェルマくん以外も行ってる可能性ありますね。あ、いや戻ってる。いやー、ここ、うわ、だからキル取って、多分ちょっとうろうろしたのを見つけたのか。いや、連合ね、もともと大原面たちの拠点見つけてたんですよ。あー、そうだそうだ、初日とか一回引いたんだ。一回引いてたからで、チャンス、ここぞとばかりにお前らの場所は分かっとるぞ。ダイヤの剣だもん。いや、こいつに武器も出したらやべえぞ連合。やばい、今んとこ全員、全チームの全員の中で連合が多分ね、確かに一番戦力は高いから。オンリーチーム遅れてたけど、うん、オンリー武将遅れてたけど、連合が大活躍で確かにこれ取り返してきましたかね。来たね、思い上げてきたぞ、うん、いやだから正統派のペンギンチームと、うん、あと武将を抱えるオンリーチームすげえ。でやっぱり遅れを取る大原め、いや結局ね、結局遅れを取っちゃう。すげえ真面目にやってんだけどな大原め。いやでも人気はピカイチですから大原め。すげえ真面目にやってんのにな。じゃあ見に行きましょう、見に行きましょう、大原め見に行きましょう。大原めはほらいるね、真面目にやってるよ。僕をやってください、上行きます、支給品取りか。これちゃんとね、そういう作戦だったんですね。エンチャントしますかって、ネザーとエンチャントですかねって悩んでる。いやー、チームワークいいの、仲はいいのよ。チームワークはいいし総合力も高いんだけど、頑張ってんだけどな。いやー、チルマあいつなんかキャラのために死んでない。死んでるね、なんか死にキャラ死にキャラ確立しにいってる可能性、本物の調整野郎だ、やりいってるかもしれない。あいつはちょっとチェックしに行きましょう。どんなことして、どんな動きをしてる。シルマー やられにいってる可能性あるぞこれ。お、あれ、ほら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 、デスケスケルトン、アホや、アホや、何やってんだこの人。いやいや、2対1、2対1になっちゃって何やってんの、余裕でバレてる。何やってんの。いやでも、チルマ的には連合の目を引けばそれだけでまあプラスではあるから。だって連合今チルマをやるそうメリットが全くないもんね。
連合は別にチェストとか置いてないからね。そうそう、連合戦いてるだけだから。そう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 、強いやつ求めてるだけだ、あいつは。連合は勝てよう、勝ちようがないですよね。そうそうそう、装備的にチェスト置いてないのやばいでしょ、ね、いやもうだって貴重品は全部持ってる。なんだあいつは。しかも連合がここに拠点構えてる位置ってチュラーたちの拠点なんだ、大原メンたちの拠点の上なんだ。えぐいわ、えぐい、こいつお前えぐいぞ。やってることがもうすごいな、もうヤンキーのそれよ。ずっと戦ってるもん、何かと常に常に戦ってやる。PS を磨き続ける男、ああ連合連合が上でゴリゴリキル取ってる間に、さあオンリーたち同じチームのクラは、あ、着々と準備整えてる ね、 てますね。食料となんか書いてる。これネザーに行くっていうのもあるのかな、2人で。どうなんだろう、でもペンギンチームが先に行ってるってことは知ってますからね。まあそれはね、キルログで分かってますからね。ネザーで2人死んだら、いい、来ます。行きます。行きます。あ、なるほどね。あ、そういうことか。あ、だから、はい、あのペンギンたちのチームが、うん、ネザーで死んだら行くってことなのかな。そういうことかな。その取りに行くんじゃない、アイテムを。はい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 、はい、だからオンリーたちはネザーゲートを、そうそうそう、今はまだ我慢して行かないで、そう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 、でアイテムをね回収しに行くのを虎視眈々と狙ってるのかもしれない。なるほどね、それはでも頭いいっすね。確かに、うん、だって時間かけて集めたアイテムを全部奪われる、奪えるわけでしょ。どこで死ぬか分かんないから。あ、ボンさんが去りましたって違う、僕が放棄ですか。違う、なんか15分以上みたいなやつで止まっちゃった、止まっちゃった、止まっちゃった、ね、ボンさん、あと誰か見たいチームありますか。面、真面目な面は面見に行こうか。さあこちらチーム面、チーム面は大原面ね、うん、今日ね、はい、このシリーズ建築したいのにしないで耐えてるんですよいつもはすぐ建築しちゃうのね。すぐ作るじゃないですか。確かに確かに、耐えてるチーム戦だから今、うん、チーム面はでもチルマがめちゃめちゃやられてること以外は順調な感じしますよね。大原面が建築欲を抑えながら、建築欲を抑えてやってますね、着実に。ただこの拠点の上には連合がいるからいやそうなのよ、だってこの拠点ごと奪われたらもう最悪でしょ。最悪、3人がすげえ時間かけて集めた、一生懸命やったのを鉄全部奪われる可能性ある。連合はでもアイテム興味ないから。え、そんなわけない、あいつはやりてえだけだ。そんなわけないよ、絶対あるって。これネザーゲート作ってんのかな。あ、そうかもしんない、ねえ、わかんないけど、なんかゲート作ってそうですよね。メンチームも移動するか、うん、これやっぱだって次鉄装備集まったら次やることはやっぱエンチャントとか かダイヤポーション、うん、うん、どっちかになると思うんで。さあ同じチームのチル、あ、何やってんの、チルマは木を切ってんのか、斧すら持ってない、素手で素手で素手で木を切って、で一旦ここで作業台かなんか作ってんのかな。これはゲーム開始3分後にやることですけど今やってますねちょっとチルは出が悪いな、まあ、ただ、はい、物資をポケ物資を取りに行くっていう、あ、まあね、そういう重要な役もありだけど、毎回それで、でもやられちゃったら、ね、あれだからね、持って帰んないと、ね、毎でも毎日それで死んではいるから。確かに今んとこだから注目選手は連合になっちゃうな、どうしてもなりますね、うん、オンリーチームの連合見ていきましょう。あれ、え、これはまさか、これちなみに敵チームでしょ、赤だと、オンリーチーム、あ、同じチームですね、自分のチーム、自分のチーム待ってるんですよ、多分。え、次の、あ、もう支給品、そうだ、支給待ってる、朝日が昇ってきた、そろそろだろうっていうことで、スタートダッシュが早い、早いわ、そういうことか、早いわ、なるほどね。しかも敵チームに来させないんでしょ。そうそうそう、いやー連合すげえぞこいつは、こいつ一人だけで相当嫌な動きできてます、ね、確かに確かに。あ、だからチーム戦だとこういう役割がありなんだ、出てきて面白いですね。いやでも今回初めてザチームでやってるから、 あ、来た来た来た、速攻取れ、はい、速攻取っていく。さあ何取ったんだろうね、これ。じゃあ明日の動画に何取ったか全く予想もつきませんが、明日の動画でまた、皆さんにお見せしたいと思います。はい、というところで、粉雪降りしきる中、ボンさんの締めでじゃあ今日は終わりたいと思います。雪じゃなくて雨でしょこれ今。粉上の方雪かーい
え、総括お願いします。3日目の。いやー、3日目。今ちょうど準備日が、はい、今回6日間が準備日なんで、半分終わりました。やっぱね、はい、連合の暴れっぷりね。確かに、今んとこ連合がかなり、目立ってますよね。これね、うん、明日も。これに対して、他の奴らは、はい、うん、私、連合と戦うのか。いやー。それとも、うまいこと、うん、確かに3人で例えばね、3人で連合を奪いに行くっていうのは戦略としてはありですよね。3対1にしてずっと連合1人でいるから、うんうん、ただ連合が今まで集めたいろんな物資が一気にゲットできると。それはいうところで、チェスト持って入れてない。そうそう、自分で全部手持ちに入れてるから。ただ連合がいることでみんな物資取りに来れないんですよ。そうね、それはかなり抑止力になってます、はい。というところで、じゃあ4日目のね、準備日、また支給品のところから、次の動画をお送りしていきたいと思いますので、ぜひ、次回の動画も楽しみに待っていてください、はい。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。